ニューストピックスです石川県内で4月原型が摘発した飲酒運転と無免許運転が前の年の同じ月と比べて26件増えた合わせて30件となりました原型は今年度違反行為を繰り返す悪質ドライバーの情報収集取り締まりを強化しています今回はこの話題について 社会部の村井記者に伺います。村井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。飲酒運転や無免許運転が大幅に増えていますね。はい。え四、ー、月の三十件の内訳は。飲酒運転の疑いが前年同月比七件増の十一件。無免許運転容疑は昨年四月がゼロだったのに対し、十九件となっています。一、はい、から四月では無免許運転で三十六件。 飲酒運転で49件を摘発しています県警は4月10日小松市内の指導で手給を帯びた状態で軽ワゴン車を無免許運転したとして同行法違反の疑いで60代の男性を逮捕しました、はい、この男性は2019年に免許取り消し処分を受けていて警戒していた警察官が車を停止させ後期から基準値を超えるアルコールが出たということです 去年はどのような状況だったんでしょうかはい。県警によりますと昨年の飲酒運転の摘発件数は過去10年間で最多の283件新型コロナ対策の蔓延防止等重点措置が全面的に明け外で飲食する機会が増えた10から12月の違反が目立ったということです、はい、また昨年6月に千葉県八幡市で児童がトラックに跳ねられて死傷した事故ではドライバーが常習的に飲酒運転を行っていた ということが裁判で裁判でわかりました、はい、こうした状況を受けて県警は今年度交通部に悪質ドライバー対策専任の主席参時間を配置しました、えー、各警察署と連携して情報を集めていて常習者の行動を確認しています悪質なドライバーを取り締まることが重大事故の防止につながりそうですねはい本当にそうですね、はいえー、県警によりますと4月に飲酒運転で摘発された11人のうち 4人が警察に見つからないと思ったと話していて他の4人は事故を起こさなければ大丈夫だと思ったあと1人は酔っていないと思ったと説明したということです飲酒した場所は飲食店が7人自宅が4人でしたうん、呆れますねそうですね安易な考えで飲酒運転を行っている人が多いようですねそのようですね県警はそういったことを受けて昼間の飲酒検問や協会団体 コンビニに飲酒運転防止の協力を要請するなどの取り組みを進めています交通指導課の担当者は悪質危険なドライバーを徹底して取り締まり事故抑止を図ると話していました、はい、村井さんありがとうございました、はい、ありがとうございました